なんかそれだけ人と違うとなエピソードもめちゃくちゃありそう。なんかムカつくこととかでもいっぱいありますよね。そうするとありますね。あの説教はされますよね。ああ。なんでこんなになるまでほっといたの。ああ、そういうやつね。今言われてもって感じですね。いや、だからあなたがよくしなさいよって思ってきてるんですけど。ね、お客さんになんてこと言うんだって感じですよね。はい。だいたいそういう説教する人に限って大したことないんですよね。ああ、でしょうね。はい。何にもできないくせに文句ばっかり言うんですよ。キャパを超えたから、はい、そういうふうに言い訳したいんでしょうね。でしょうね。でストレッチをしなさいとか、こう運動しなさいとか、でもそのケアが足りないとか言うけど、やってるしみたいな。丹野さんのはストレッチでどうこうなる体じゃない気がしますね。自分で結局どうにもできないからお金を使ってプロの力を借りに来てるん で、 確かに確かに。そこで何か足りないとか言われても、いやじゃあ足りるようにしてくださいっていう話で。そうですよね、はい、なんか結果出した後にね、家でもこういうことするといいですよだったらまだ分かりますけどね。で兆しもないんですよね。少しも聞いてもないし、はい、じゃなんかそのなんか今日は聞いてないけども、あこの人にこう継続して受けてれば、はい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 、良くなりそうな兆しってあるじゃないですか。ああ分かる分かる。なんかそのそうそうね、はい、兆しも感じないんですよね。何回受けても意味なさそうみたいな、はい、口ばっかりで。いやでもね安くないお金払うから。そうなんですよ、ね、聞きもしないし文句ばっかり言われたらムカつきますよね。ムカつきますよね。だいたいそういうところはちょっと高いんで。ああそうなんだ。ムカつきますね、はい、それは良くないっすね。見えてるんですよ。これってどうですか。これぐらいで。はい、まあ、そこはそのぐらいで。いいですか、はい、はい。あれなんですね、後ろの方が気になってるんですね。そうですね、だから横の方よりもその後ろラインの方が、取ってほしいですね。横なんかは割と普通なんですよ。そうです、まあ、普通ではないですけどね、強めではあると思うんですけど、はい、でその後ろの辺なんかは、後ろの辺が後ろを腰と思って押した方がいいんですよね。腰ですね。どうですかね、全然足りないですかね。はいはいっていう正直さが好きです。ですよね。どうなんだろう。でもうつ伏せでも足にかかったんですよね。その辺がもう、わけわかんなくなるとこなんですよ。その辺ですね。そうですね。ここなんだよなってわかるんですけど、これを奥にしっかり取るっていうのが、難しそうだなって。これが。こうとかだと、はい、全然違います。足りないです。足りないですね。足りないですよね。で、なんでしょう。やっぱりその、はい、同じところを狙っても、はい、こっちから狙うか、うん、こっちから狙うかで違うじゃないですか。そうですね。でもなんか狙ってほしい角度ってあるんですね。こっちから狙ってほしいみたいな。でそれがもう真後ろなんですよ。はい。丹野さん、うつ伏せだとうつ伏せで、はい。こっちが ここのお肉とここのお肉が上がってくる、はい、くるんで、はい、押しにくいんですよ、はい、横の方が押しやすいかなと思ったんですけど、はい、真後ろからお願いっていうことだから、はい、またそれは難しいですね、はい、なかなかこう本当に
ご希望に添えなくて申し訳ないなって思いつつ、難しいですね。このここら辺とかであれば、こういう入れ方もできるんですけど、はい、その辺だと、これが違いますもんね。いや、はい、弱い感じです。弱いですね。はい、いやー、いやーでもね、もう本当に勉強になりますね。ここまで行くんだっていう、こういう人もいるんだっていう、はい、しかも、はい、バッチリ手入れをしてそうですよね、週4で受けてらっしゃるんですもんね、はい、いやー、どんなに受けなくても、はいはいはい、月1は確実に受けてますね。うーん、そう、メンテナンスね、バッチリされてるってことになりますよね。それで言えば、まあ、平均的に年50は受けると思います。あ、そうかそうか、まあそうですよね、はい、だから多い月はその10回とかになるけども、うん、少ない月になっても週、あ、週じゃない、月1ぐらいは、月に1回は行ってました、ね、はい、まあまあまあ、そうかそうか、まあ4回ぐらいは 4,5 回っていう計算ですよね。50は年間行くってことは、そうですね、うん、週1ぐらいで、うんうんうん、そうですね、鳴らすと。なるほどなるほど。食べるのと、はい、揉むのと、はい、どっちを優先します？揉まれるのと食べるのだったら。お金が6000円になってて、はい、6000円、まあ6000円でもいいんですけど、はい、なんか食べちゃったらもうほぐせない、はい、どうします？あ、そしたらほぐしますね。あ、そうなんですね、まあ、死にますもんね、はい、死にますもんね。食べないのはまあまあ、そんな、家に帰って食べれば、あ、そうですもんね。なるほど。新人時代を思い出しますね。どうやって入れたらつって一番入るんだろうみたいな。でも俺も10年やってるけど、はい、未だにそうですよ。いやー、でもね、私今までちょっと慢心してましたね。押せる人ばっかりだったんで、はい、こんな汗かいて足りないっていうことがなかったんで、はい、俺いつも、はい、あ、まだまだだって思ってます。いやでもそう、丹野さんにそれを学んでます今。ダメですね、まだまだですね。もう一日でその90分2本やったら、はい、もう仕事終わっていいかなって思いますよ。いやでも全然いいんじゃないですか。そのだって技術的なものですもんね。多分まあ、実際には、まあ、9000円とかなんですか、90分だと。もうちょっと取ってる感じですか。7500円です。あ、そっか、7500円しかいただいてないんですね、はい、そんな特殊な技能なのに、はい、それ1万5000円ぐらいにした方がいいですよ。1万5000円だと誰も来なくなっちゃいますよ。来なくなっちゃいますかね。なりますね。そうですか。はい、丹野さんはね、50万使ってるのにほぐしに、はい、これは60分2万までだったらなんとか。ああ、でも他で受けられないんだったらそれでもいいってなりそうですけどね、はい、そうですね。いや、丹野さんの首難しいわ。これ、まあ、足りないと思うんですけど、はい、少しはいいですか。多分、はい、何にも感じないんで。ああ、本当ですか。その辺なんでしょうね。ああ、はい、あの本当に凝ってるとこって何も感じないんですよ、うんうん、なっちゃいますよね。はい、ああ、なんで多分、はい、感じてないんで合ってると思いますっていう。何も感じないのをお金
出して受けてるのってこう。あでもやればほぐれるじゃないですか。感じないけど。はい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 。やっぱりほぐれた感があれば。うん、そうかそうか、確かに、はい。楽にはなるんで。確かに確かに。はい。そうなんですね。だからそのまあ足りる足りないじゃないんですね。もう何も感じないのところになってるんですね。はい。すごいな。